一番近いはずなのに、まだまだ遠い存在の月。その美しさに魅了されながらも、なぜ人類は月へ行くことをやめてしまったのでしょう。ようこそ、ナビゲーターのルカです。人類が月に降り立ってから53年、その美しさに憧れ、手を伸ばし続けた人類が、宇宙工学の発達とともに月へ降り立ったというニュースは、まるで世界を照らす月の光のような希望にあふれるものでした。人類はその後、6度にわたって月に降り立ち、様々な研究を行ったものの、最後に人類が月へ降り立ったのは、1972年のこと。2017年、当時のアメリカ大統領ドナルド・トランプ氏が、月面基地建設計画を打ち出したものの、実現しないまま政権交代となりました。最も身近で謎が多い月は、世界の国々にとって調査する価値がある天体なはず。50年以上前と比べて飛躍的に宇宙工学が発達しているにもかかわらず、なぜ人類は月に行かなくなったのか。2022年の今も人が月へ降り立つ計画は報じられていません。人類は月へ行くことを避けているのではないかという噂も流れる中、月へ行かなくなった理由としていくつかの仮説が浮かび上がっています。あなたは真実に気づくでしょうか。美しく謎の多い地球の衛星、月。人類は古代から月を見上げて暦を知り、物語を紡いで生活してきました。教育から芸術、死生観まで幅広く影響を与えている存在です。そんな月に対して人類が、月へ降り立ってみたい、月の秘密を知りたい、と憧れを抱くのも当然のことでしょう。しかし、人類は1972年を最後に月へは降り立っておらず、50年以上もの間、現地調査は行われていません。未だ多くの謎が残ったまま、人類は火星の調査に力を入れています。月に関して解明されていない謎について、例えば次のようなものがあります。地球に対して自転と公転がピタリと一致し、常に同じ面しか見せていないこと。月の裏側にある無数のクレーター。衛星にしては大きすぎるサイズ。毎年数センチずつ地球から離れていること。持ち帰られた月の石は地球が誕生した頃のものであること。月の謎を解明するための調査は、地球の誕生に関する秘密を紐解くヒントにもなり得そうですが、目立った情報は報告されていません。2020年12月、中国から月面探査ジョーガ5号が打ち上げられ、サンプルを持ち帰っており、今後の続報が待たれています。さて、月について過去の調査の結果、前述した以外の謎も生まれています。過去の調査で浮上した月の謎。月の調査を行った際、月面で不思議な光を見た人物がいます。イギリスの天文学者フランシス・ベイリー、アポロ11号クルーのニール・アームストロングとバズ・オルドリンです。フランシス・ベイリーは、日食の際に月表面の地形が影響して太陽の光がビーズのように見える現象、ベイリービーズ、ベイリーの数珠を解説した学者です。1835年、彼は火光のような光を見たと証言しています。アポロ11号のクルーで人類初の月面着陸に携わったニール・アームストロングとバズ・オルドリンは、地球へ帰還した後、月面調査のミッション中に閃光を見たことを話しています。また、月面で正体不明のものを撮影したケースもあります。アポロ11号ミッションのおよそ1年前、月の周回ミッションを行ったアポロ8号は、月面写真の撮影に成功。撮影された写真には、まるで煙突のようなものが映り込んでいました。1972年、最後に月へ降り立ったアポロ16号も、同様に煙突のようなものを撮影しており、この時には煙突から吹き出す蒸気のようなものも確認されています。さらに、1969年、アポロ12号が行った衝突実験の結果、月面がおよそ1時間にもわたり振動し続けたという記録が残されました。これは月の内部が空洞であるから起きた事象ではないかと推測され、2017年に、JAXA が月探査衛星かぐやのデータ分析を行ったところ、月の内部に巨大な空洞があることも判明しています。
空洞の位置は月の地下およそ50メートル、幅がおよそ100メートル、全長およそ50キロもの大きさです。ちなみにアポロ10号が撮影した月面写真にも塔のような建造物らしき物体が写り込んでいたり、2013年には中国の月探査ジョーガ3号が UFO のような円盤状の飛行物体が月の上空を飛行する様子を捉えています。真相が気になるところですが、実はこれらの謎について驚くべき仮説が挙げられています。月は人工衛星である。仮説とは、不自然すぎる謎が多い月は自然に生まれたものではなく人工的に作られたものなのではないかというもの。ここでいう人工とは、超高度な文明と技術を持つ地球外生命体のことです。人工衛星説を発表したのは、旧ソ連の天文学者ミハイル・ヴァシンとアレクサンドル・シュシェルバコフ。1970年、彼らは超高度文明を持つ地球外生命体が星の危機の際に小惑星の内部をくり抜いて宇宙船へ改造したものが月であると主張しました。そうして宇宙を旅している途中、地球の引力につかまり今の位置に収まったのだとか。地球上にも超高度文明で発展したアトランティス文明があったと言われているので、宇宙を旅した超高度文明の地球外生命体が存在してもおかしくはないのかもしれません。そして JAXA は実際に月の内部の空洞について公式発表を出しています。サイズ的にもある程度の人数が内部で生活するのに十分な広さと言えるでしょう。ここまで気になる情報が多数出ていても、人類は月面着陸調査から距離を置き続けており、今後も月面着陸計画は浮上しそうにありません。なぜ人類は月へ行かなくなってしまったのでしょうか。実は月へ行かなくなった理由についても様々な噂がささやかれています。人類が月へ行かなくなった理由。そもそも人類が月面へ向かうには莫大なコストがかかります。2005年、 NASA は月面探査計画のコストについて、13年間でおよそ14兆8000万円かかると発表しています。過去のアポロ計画もおよそ13兆3000万円は費やしたそう。しかし現在 NASA の予算はその10分の1にまで削減されており、探査機や AI を使った調査へシフトしていることがうかがえます。またアメリカの政治経済も影響していることは明白です。アメリカは4年に1度大統領選挙が行われ、宇宙に関する政策もその都度変わります。2004年、当時のブッシュ政権の下でコンステレーション計画と呼ばれる有人宇宙機計画が進められました。しかし計画の遅れや予算の圧迫が響き、2010年のオバマ政権時に廃止となりました。2017年にはドナルド・トランプ大統領が月面基地建設を宣言しました。2021年に第46代大統領となったジョー・バイデン氏は、トランプ氏が創設した宇宙軍について維持を表明しましたが、月面探査は不透明です。また技術的な面でも有人月面探査が難しいと言われています。月は細かい塵状のレゴリスで覆われており、宇宙服や宇宙船の隙間から入ってしまうとトラブルの原因になるのだとか。レゴリスは人が吸い込んでしまうと肺疾患のリスクが高まるため、最新の注意を払わなければなりません。アポロ15号が月面着陸をした際、レゴリスが舞い上がり視界不良となった事例もあります。さて、ここまでは表向きに知られている人類が月へ行かなくなった理由ですが、私たちが知らされることはないであろう裏の理由も存在します。宇宙飛行士による告白。2002年から2003年にかけて国際宇宙ステーションに滞在した宇宙飛行士ドナルド・ペティット氏は次のような証言をしています。 NASA はおよそ40年もの間同じ宇宙服を使い続けていた。宇宙服を作るには莫大な費用もかかるが、とても高度な技術も必要で、その技術はもはや失われてしまったために人類は宇宙へ行くことがかなわなくなったのだ。宇宙工学が発展し続けているはずの現代において、その技術が失われてしまったというのは非常に驚いてしまう理由ですよね。予算が削減され莫大なコストを要する宇宙服を作り直せないことは想像できますが、
アポロ計画で活用されたノウハウや技術がすっかり失われてしまったというのはどういうことなのでしょうか。ペティット氏は、有人月面着陸はもはや不可能であるとも語っているので、決定的なことが NASA の内部で起きたのかもしれません。さらに、人類が月へ行けなくなった危険すぎる仮説も浮上しています。2009年秋、月に氷があることを確かめるためとして、NASA の探査機エルクロスを時速1万キロもの速さで月面に衝突させました。この直前、エルクロス本体から切り離されたセントールも月面に衝突しており、この実験の結果、クレーターの影部分に氷があることが判明しました。しかし、この実験について、こんな噂がまことしやかに囁かれました。アメリカ政府は、月にある宇宙人基地を破壊すべく核ミサイルを発射したのではないか。かねてより月には地球外生命体の基地があるのではないかと言われてきました。現にアポロ11号のクルーたちは UFO がクレーターの近くに降りてきたところを目撃したり、月の裏側を見たクルーたちが、あそこに囚われている人間たちはどうやっても外に出られそうにないとやり取りした会話も記録されています。火口のような光や煙突、巨大な空洞や飛行物体などの目撃情報からも、地球外生命体がいて、地球外生命体と人類の間で何かしらのトラブルが発生した可能性もゼロではないのかもしれません。核ミサイルを発射したことが事実であれば、核で汚染された場所に宇宙飛行士を送ることはできず、長らく人類が月へ行けない理由となっているのかもしれませんね。さらに、月の秘密について、その秘密を知った可能性のある研究家が相次いで不審な死を遂げている事実が関係しているとも言われています。2016年、イギリスの UFO 研究家マックス・スピアーズという人物が滞在先のポーランドで黒い液体を吐き出した痕跡を残し亡くなりました。亡くなる数日前、彼は母親に命を狙われていると話したそうです。彼が所持していたノートパソコンと携帯電話はデータが削除されており、不審な点が多かったと言われています。2018年には UFO 研究家のカール・ウルフとロバート・ディーンが亡くなっています。アメリカのラングレー空軍基地の元職員だったカール氏は2001年、 UFO 関連の機密情報公開を推進する UFO ディスクロージャープロジェクトにて、30年以上前に知ったという月の裏側に存在する基地について暴露しました。また月には様々なビルや塔のような建築物があるとも証言しており、アポロ計画で撮影された写真と酷似している情報を明らかにしました。元 NATO 軍司令部に在籍していたロバート氏は、地球上で活動するエイリアンの脅威について論じられた機密文書を閲覧したと告白。そして2人は事故などにより相次いで亡くなっているのです。有名な UFO 研究家が相次いで亡くなった事実は、語ってはいけない事実を語ったためではないかと噂され、様々な憶測を呼びました。知りたくとも知ることが叶わない月の謎、まるで叶わない恋を抱くような感覚ですが、月は本当に地球の衛星なのか、それとも地球外生命体の宇宙船なのか、そしてなぜ人類は月に行かなくなったのか、私たちはこの動画で少しでも真相に近づけたのでしょうか。人類が美しい月のすべてを知る日はやってくるのでしょうか。やっと見つけた引っ越し先。ドアを開けたら宇宙人がいて、ここは我々の先住地だと言われた。ようこそ、ナビゲーターのルカです。今あなたがいる場所はどこですか？そう聞かれたら、あなたは何と答えるでしょうか？私は〇〇県の三角市ペケペケ町にいます。おそらくこのように地名で答える人がほとんどでしょう。それではもっと視野を広げてみればどうなるでしょうか？私は日本の〇〇県にいます。もっと広げたら？私は東アジアの日本にいます。
もっともっと広げたら？私は地球にいます。やや戸惑いながらかもしれませんが、これが答えられる最大限の返答でしょう。しかし、さらに視野を広げれば、答えられる回答が一つあります。それは、宇宙です。私たちは、間違いなく広大な宇宙の中で生きています。普段は意識することがありませんが、人間は宇宙の恩恵や影響を受けて、日々の生活を送っています。ところが、近年は宇宙の存在を否定する声や、宇宙を平面だとする声がインターネットに拡散されています。その声は意外にも大きく、あたかも事実であるかのように錯覚させています。そのため、彼らの主張はネットのユーザーを困惑させながら興味を沸かせています。何十年も前から人類は科学主義を信奉するようになりました。科学が飛躍的に発達し、それによって世界に大きな混乱をもたらしました。人類は行き過ぎた科学主義を反省しながらも、今日に至るまでますます科学を発展させていきました。そしてとうとう、民間人も宇宙へ行けるまでに進歩を遂げました。2018年、スペース X は民間人を乗せたスターシップによる月周回飛行計画を発表しました。これは、実業家の前澤友作氏が構想を出資したディアムーンと呼ばれるプロジェクトでした。2021年、前澤氏を乗せたソユーズロケットはカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられました。前澤氏は国際宇宙ステーションから動画を配信して次のように述べています。本当に宇宙があったし、国際宇宙ステーションもあった。と、なぜ前澤氏は本当にと強調したのでしょうか。真意は定かではありません。ですが、本当にという言葉の背景には、実際に自分の目を通して見ていないので、これまで絶対的な確信を持っていなかった、という意味が込められているのではないでしょうか。前澤氏の言葉は、私たちに大切なことを教えてくれます。それは、実際に自分の目で確かめようということです。証明できないから存在しないと考えるのではなく、証明できなくても存在していると仮定し、それを目で見て確認することが重要だということです。そして、宇宙があるからこそ、私たちは存在していると考えることも大事なのです。インターネットが身近なものになっている今日、私たちは自分から手軽に情報を発信することができます。情報発信は何らかの利益と収益をもたらすので、あらゆる情報がどんどん発信されます。受け取り手の方でもその真偽を確かめる暇もなく、あれこれと受け取ります。たとえ曖昧であっても、情報は面白ければ面白いほど喜ばれます。また、一見正しくないように見えても、実際には真理をついていると思わせる情報も喜ばれます。しかし、古代では状況が違いました。目で見たこと、心で感じたことがそのまま発信されました。古代遺跡からは、こうした人々の様子が伺われます。太陽と月をはじめとする宇宙の諸現象を恐れ、宇宙の法則に従った生活を送っていました。特に太陽と月は特別な存在でした。神話においては、太陽と月を司る神々は、他の神々よりも高位に位置づけられていました。例えば、インカ帝国が残したマチュピチュに存在するとされる太陽の神殿、太陽の門、月の神殿があります。これらの遺跡には、太陽と月をかたどったシンボルが描かれています。このことから、古代の人々がいかに太陽と月を特別な存在と感じていたかがわかるでしょう。太陽と月を厚く崇拝していた古代の人々は、これらの天体から現代の科学をもしのぐほどの英知を得ていたのでしょうか。実は、その可能性を示唆するような資料が残されています。古代人が得た太陽の英知。太陽の神として挙げられるのは、日本神話であればアマテラス大御神、エジプト神話であればラーでしょう。アマテラス大御神とラーは、どちらも最高神とされていました。古代人にとって、太陽はすべての源だったのでしょう。そう考えられる証拠に、例えばピラミッドがあります。
古代エジプトで作られたピラミッドは太陽神ラーのためだとも言われています。ピラミッドはラーの乗り物だとも言われています。ピラミッドは歴史的にも価値のある建造物で、ギザの大ピラミッドは世界の七不思議の一つに数えられています。そして七不思議の中で唯一現存している建造物でもあります。そんなピラミッドはエジプト第四王朝のファラオ、クフ王の墳墓として紀元前2560年頃に建造されました。ところが墳墓ではない可能性があると主張する人々がいます。彼らは墳墓であるならば、なぜクフ王のピラミッドには石棺がないのかと疑問を呈しています。石棺とされるものはありますが、本当に石棺と言えるのかと彼らは言います。墳墓でないならば何なのでしょうか。ある人々は何者かから得た英知を後世に残すため作られたと言います。いわばタイムカプセル説です。タイムカプセルでなくてもピラミッドは英知の象徴のように見えなくもありません。2011年に配信されたある動画の中で驚きの事実が判明しました。なんとピラミッドの座標は高速度の数字と完全に一致しているというのです。大ピラミッド内部にある大回廊は、中心部の座標が北緯 29.9792458 度に位置しています。奇妙なことに、光は真夜中において毎秒2億9979万2458メートルの速度で移動しています。これはマイクロ波とレーザーを使用することによって1983年に定義されました。桁数は違うものの、2つの数字の並びはぴったりと一致しています。誤差は 0.01% 未満しかありません。高速度が定義されていなかった時代に、古代エジプト人が高速度を知る由がありません。古代エジプトではキュビットという長さの単位を使って測量していました。エジプトで公式のメートル法を用いて測量されるようになったのは1770年代以降のことです。確率論的に言えば30万分の1以下は可能性がゼロと同じです。緯度の基準は地球そのものに置いています。もし古代エジプト人が意図してピラミッドの緯度と高速を符合させていたなら、彼らは光の速さに加えて地球上の正確な位置情報も把握していたことになります。なぜ彼らは偶然の一致にしては驚きの建築ができたのでしょうか。現代人に匹敵するような天文学、数学、物理学の知識をどこから得たのでしょうか。いえ、実は人類が作ったのではないという人々もいます。古代エジプト文明では異星人とコンタクトを取っていて、ピラミッドもその成果によるものであるというのです。古代エジプト人はピラミッドが後世に残ることを見越して英知を刻んだのでしょうか。そうだとすれば、私たちはピラミッドからどのような英知を学ぶのでしょうか。月に隠された知られざる秘密。太陽よりも地球に近い存在、それは月です。よく太陽は陽、月は陰と表現されます。太陽神であるアマテラス大御神とラーの話からもわかる通り、陽である太陽は古代人にとって重要な存在でした。作物は太陽の放つ光のエネルギーを浴びて育ち、人間の生きる糧となります。それに対して月は暗い夜に煌々と輝きます。それはある種の不気味さを感じさせることから、生を象徴する太陽とは逆に死を連想させました。これ以外にも古代の神話や伝承からは、古代人のイメージした太陽と月の姿を感じることができます。とはいえ、月がなくてはならない存在であることは確かです。陽と陰は2つで1つを構成するため、どちらも欠かせません。月はあまりにも身近で、かつその神秘的な姿から、月には数えきれないほどの物語が紡がれ、さらには噂と都市伝説が囁かれてきました。それらには時代が下るにつれて尾ひれがついてきたので、もしかしたら古代人の間で言われていた話の方が信じやすいのかもしれません。古代の神話や伝承では、魂と霊魂は存在することを前提に、月面は牢獄であるという考えが反映されています。
魂は地球で生涯を終えると月へ向かいます。地上での行いが悪ければ魂は月に密閉されてしまうと言います。この考え以外にもある噂が都市伝説やオカルトでまことしやかに囁かれています。その噂はアメリカ空軍に所属していた元レーダー追尾技師の N 氏による暴露話に発端がありました。 N 氏は1980年にネバダ州トノパー試験場で勤務中、月の裏側にある秘密基地に拉致されたそうです。当時は秘密基地を拡大するための工事が着工されていて、そこでは掘削など厳しい肉体労働に従事させられたといいます。すぐには信じがたい話かもしれません。しかし N 氏の話を証明するような記録が残されています。それはアポロ計画について2016年に NASA が開示した封印された会話記録です。なんとも興味が湧き立つ記録名ですね。この会話記録は通称ブラックボックスと呼ばれるデータ記憶装置に封印されていました。アポロ11号が月の裏側を周回し始めた時に記録されて、ずっと機密扱いになっていたようです。宇宙飛行士たちが管制センターとの交信が中断された時、私的に会話していたのが録音されていたそうです。それは次のような会話でした。月着陸船操縦士エドウィン・オルドリン、あれはすごいクレーターだな。司令船操縦士マイケル・コリンズ、あの円錐形の物体の中ほど惨めな場所は他にないだろう。船長ニール・アームストロング、あそこにいる人間たちはどうやっても外に出られそうにないな。この搭乗員3人の会話から推測すると、巨大クレーターの中に円錐形の物体があるようです。物体の中には人間の捕虜が捕らえられているようです。この状況は動画の中でも聞きましたね。そうです、古代の伝承にあった月面は牢獄であるという考えです。なぜ月面にあるのかは分かりませんが、月は牢獄であり、そこに人間が捕らえられているのだと言います。オカルトマニアによる主張では、古代から地球人は宇宙人に誘拐アブダクションされていると言います。誘拐された地球人は月の裏側にある牢獄に捕らえられるそうです。今でも宇宙人に誘拐されている地球人がいるならば、毎年数万人規模で行方不明者が出ているのかもしれません。信じたくない話ですが、封印された会話記録が本当であれば認めざるを得なくなるでしょう。アポロ計画は1975年のアポロソユーズテスト計画を最後に終わりを告げました。それ以降も宇宙開発は続いていますが、有人月探査はアポロ計画以来行われていません。それは月に先住者がいたことを NASA が知ったためだとも言われています。アポロ11号は司令船が軌道を数回ほど回ってからモルトケクレーター付近を通過した際に道路を確認したと話しています。月の先住者である異星人が建設したのでしょうか。この噂が真実かどうかは分かりませんが、人類が昔も今も太陽と月に恐れを抱き、果てない憧れを抱いてきたことは確かでしょう。教科書に載っていない歴史の真実とは？ようこそ、ナビゲーターのルカです。ボストーク 3KA2 に乗ってガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功した1961年から約60年の月日が経ちました。今では世界中が自国の威信をかけて次々に宇宙空間へ飛んでいっています。宇宙開発の技術力はガガーリンを生んだロシアはもちろん、 NASA が本部を置くアメリカ、そして近年経済成長が著しい中国がそれを誇っています。特にアメリカとロシアは宇宙開発黎明期から成果を競ってきました。互いに競うことで技術力を磨いてきたとも言えます。ところがいち早く宇宙に進出したのは両国いずれかでもなく、中国でもなく、ドイツだったことを皆さんはご存知でしょうか。ドイツはなんと地球外生命体やそれが築いた文明と接触した可能性があるとも言われています。それは
ナチスドイツが指導して進めた宇宙開発に原因があるようです。今回は人類から忘れ去られたナチスドイツの科学力、そして地球外生命体とその文明に接触していたことを示す証拠をご紹介します。人類で初めて月面に着陸したのはナチスドイツだった。ドイツは1933年から1945年までの間はナチスドイツと呼ばれていました。皆さんもご承知の通り、当時のドイツはアドルフ・ヒトラーと国家社会主義労働者党ナチ党に率いられていたからです。国家の政権を掌握したナチスドイツは世界中から恐れられる存在と化しました。それはナチスドイツが誇る圧倒的な戦争の強さが理由です。ヒトラー内閣が成立する前、ドイツにはバイマル共和制という政治体制が成立していました。バイマル共和制では第一次世界大戦後に結ばれたベルサイユ条約によって軍備に制限がかけられていました。しかしヒトラーはベルサイユ条約を無視して軍備を拡張し、当時世界屈指の強さを持っていたフランスを下しました。自信をつけたナチ党は次第にヨーロッパ全土を支配しようと勢力を拡大していきました。なぜヒトラーは領土拡張政策を進めたのでしょうか。その理由には諸説あります。一つにはナチ党自身の士気が高かったことが挙げられます。電撃作戦の優秀さ、ナチ党に対する熱狂的な支持を背景にナチ党の自信や戦争への意欲は高かったと言われています。しかし第二次世界大戦に敗北したことでナチスドイツは終焉し、ナチ党の優勢思想や非人道的な行いは人類の教訓として歴史に刻まれました。その一方でナチスドイツが歴史の闇に葬った秘密もあります。ナチスドイツは実は圧倒的な科学力、技術力や戦略的知識を持っていたのではないかということです。ナチスドイツの科学力、技術力は V2 ロケットが象徴しています。1946年、米陸軍ロケットが宇宙から地球の写真を撮影しました。これは人類史上初めてのことでした。偉業を成し遂げたこのロケットを V2 ロケットと言います。 V2 ロケットは米陸軍が利用していながら、実はナチスドイツが宇宙へ移動するために開発したロケットだったのです。しかしアドルフ・ヒトラーは宇宙への移動手段としてではなく軍事用として転用することを思いつきました。そこでロケット兵器の開発が着手されました。軍事用として開発されたことを示唆する証拠に V2 ロケットの V はドイツ語で報復兵器を意味する語に由来しているそうです。 V2 ロケットは優秀なロケットでした。超音速で飛来するため察知は愚か、迎撃もできなかったのです。第二次世界大戦が終戦するとアメリカはドイツの優秀な科学者を連行しました。アメリカ側もだいぶ力を入れていたようで、これをペーパークリップ作戦として実行しました。この時 V2 ロケットと部品も同時にアメリカに運ばれました。貨車300両が必要となるほど大変な作業だったようです。敗戦国といってもアメリカはドイツの科学者と V2 ロケットを切に必要としていたのですね。ナチスドイツは第二次世界大戦の真っ最中でありながら、すでに宇宙開発ができるほどの技術力がありました。大戦中の戦争記録を見ると、宇宙開発を上回る科学力があったことを思わせる記述がありました。それは、あるものを目撃したという記述でした。目撃者はアメリカとイギリスの空軍兵士でした。彼らの証言によると、ドイツの領空において、ある飛行物体に遭遇したとのこと。しかもこの物体は発砲されても損傷を受けなかったということです。ちなみにその飛行物体はイギリス軍のヘルメットを連想させる形状をしていたそうです。イギリス軍が第二次世界大戦で使用していた戦闘用ヘルメットはプロディヘルメットですから、皆さんにもイメージしやすいでしょう。そして兵士が目撃した飛行物体とはUFO なのではないかと予想されるのではないでしょうか。 UFO は1947年のケネス・アーノルド事件をきっかけに世界中に知られるようになりました。この事件が第一次世界大戦前に起こっていれば、兵士たちは皆さんの予想と同じような感想を持ち、自分たちは
UFO を見たと証言するに違いありません。ドイツ軍は V2 ロケットはおろか UFO まで開発してしまう技術力を持っていたのでしょうか。さらに衝撃的なことには、ナチスドイツが月面着陸したと証言する人物がいます。その人物はナチスドイツの高い科学力、技術力を支持するような逸話の一つに、ナチスドイツによる月面着陸があると話しています。私たちは人類で初めて月面に着陸したのはアポロ11号の搭乗員だと教えられています。ところが最初に月面着陸したのはナチスドイツだと言われることがあるのです。ブルガリアの研究家ウラジーミル・テルツオスキーはナチスドイツが月面着陸したと証言する人物です。彼らは月の裏側を掘削し月面基地に研究拠点を作ったと言っています。またその証拠資料も持っていると主張しています。テルツオスキーはその証拠を明かしていませんが、ナチスドイツの月面着陸を裏付ける事情があります。それは人類が月面から距離を置く理由です。人類は地球から遥か彼方の惑星へ調査に行っています。しかし月面に着陸して開発を進める作業は進行していません。それは月の裏側にナチスドイツの軍事基地があるからなのかもしれません。ナチスドイツと地球外生命体。世界から恐れられる驚異的な科学力、技術力を誇るナチスドイツ、その先駆けとなっていたのはアーネン・エルベでした。アーネン・エルベは祖先の遺産という意味でナチスドイツに存在した公的研究機関です。考古学の研究を行う部署が最大の部署で、その中には古代知識の研究を行う学者たちがいました。アーネン・エルベは世界の超常的な力も研究していたと言われています。研究の対象は南極にまで及んでいたそうです。アーネン・エルベは今でも謎とされている部分がありますが、近年になって活動の痕跡が発見されました。それはコーカサス山脈の麓にあるアディゲ共和国で発見されています。森の中に住んでいると自己紹介する女性は、ある時古ぼけたブリーフケースと年号の刻まれた指輪を見つけました。ブリーフケースにはアーネン・エルベのエンブレムが、指輪には1939と1941という年号が刻まれていました。ナチスドイツの支配下でアーネン・エルベのメンバーはこの付近で活動していたと考えられますね。コーカサス地域はナチスドイツにとって戦略的には絶対に抑えておくべき地域ではありません。しかしアーネン・エルベを派遣するくらいに執着心があった地域であるようです。アーネン・エルベの研究活動とコーカサス地域に対する執着は一体どんな背景があってのことなのでしょうか。もう一つの事実を知ることでその全貌が明らかになります。ブリーフケースの発見から遡ること2年前、西コーカサスにそびえるボリショイタクさんの洞窟で探索グループは奇妙な頭骨を発見しました。何が奇妙なのでしょうか。頭骨という表現から想像できますね。まずその骨には頭蓋と骸骨がありませんでした。また角に似た突起がありました。地球上のどの生物を見渡しても似ている頭骨の構造を持つ生物はいなさそうですね。民族史学者のウラジーミル・メリコフは構造的に二足歩行であることは確実だという見解を述べました。ここでキーになるのがドルメンともいう史跡墓です。コーカサス地域ではドルメンがよく見つかっており集中的に分布しています。アーネン・エルベの研究活動、コーカサス地域に対するドイツ軍の執着、コーカサス地域で発見された頭骨とドルメン、これでナチスドイツの謎を解く3つのピースが揃いました。古代宇宙飛行施設という説があります。この説では超古代から古代にかけて地球外生命体が地球にやってきて人間を創造し、地球に高度な文明をもたらしたとされています。アーネン・エルベは祖先の遺産を意味する通りに古代知識を研究しました。コーカサス地域には宇宙人とそれが残した古代文明の遺跡が残っているとも考えられます。その研究が超古代文明に祖先が蓄積した遺産と知識の研究だとしたら、アーネン・エルベの研究活動がコーカサス地域に繁栄した超古代文明を研究するものであり、それが
ナチスドイツの強さを支えていたとしたら、そう考えると全てのピースがピタリと当てはまるのです。ナチスドイツとロンギヌスの槍。アドルフ・ヒトラーはナチスドイツを牽引したナチ党の総統です。今でこそ彼の名を誰もが知っていますが、第一次世界大戦開戦までは無名の青年でした。彼がその名を世に広めたのは、第一次世界大戦中に政治活動に傾倒し、投獄されながらも選挙で勢力を拡大し、ドイツの首相として権力を掌握したことによるものでした。首相ヒトラーはナチスドイツを率いて第三帝国の実現に動き出しました。彼が祖先の遺産を知った時期は分かっていません。しかしアドルフ・ヒトラーの野望が崩れ去ったきっかけは、あるエピソードを通して想像できます。1938年、ナチスドイツはオーストリアを併合しました。その目的はハクスブルク家が所有していたロンギヌスの槍にあると言われています。ロンギヌスの槍とはキリストの聖遺物の一つです。ゴルゴタの丘で卓形に処せられた十字架上のキリストの死を確認するため、ロンギヌスと呼ばれるローマ兵が刺した槍だという由来があります。ロンギヌスの槍以外にも、キリストの聖遺物としてキリストの血を受けたとされる聖杯、遺体を包んだとされる聖外符があります。ロンギヌスの槍、聖杯、聖外符など聖遺物に通じる共通点があります。皆さんはお気づきでしょうか。それはキリストの DNA が付着しているということです。キリスト教においてキリストは神の子だと信じられています。その神とは聖書の起源だと言われることがあるシュメール神話にも登場します。シュメール神話では神は地球外生命体です。そもそも神の子キリストの出生には多くの謎があります。神の子だと信じられていることもあり、キリスト出生の謎を解明することはタブー視されています。また聖書に記載されているキリストが起こした数々の奇跡にも謎があります。これらのことから、キリストは地球外生命体の血と遺伝子を受け継いでいたのではないかと言われています。ロンギヌスの槍には、手にしたものは世界を手中に収め、失ったものは滅びるという伝承があります。ロンギヌスの槍を手にすれば、神と呼ばれる地球外生命体と通信できるとも言われています。アドルフ・ヒトラーはロンギヌスの槍を獲得した翌年にポーランドに侵攻し、ヨーロッパ全土に領土を拡張しようとしています。ところが1945年にロンギヌスの槍はアメリカ軍に奪われました。ニュルンベルクの教会に安置していたのですが、アメリカ軍の攻撃を受けてしまったのです。伝承が当たったのか、それとも偶然か、ヒトラーは同年に自ら命を絶ってしまいました。伝承と同じ道をたどったアドルフ・ヒトラー。ロンギヌスの槍には人類が知る由もない謎と秘密が隠されているのでしょう。アドルフ・ヒトラーの予言。アドルフ・ヒトラーの能力は人々を感動させ、扇動させる演説だったと言われています。それ以外にも予言する能力があったと言われています。例えば日本への原爆投下、また臓器移植の実現を予言していたそうです。さらに世界の闇に関する予言もしていました。中産階級や無知な大衆、奴隷が新しく生まれ、使える者の集団、永遠の子供たち、その上に支配階級が生まれるということ。支配階級は全てを操り、支配される階級は無自覚のうちに服従させられるそうです。現代社会はそのようになっているのかもしれません。無知な大衆や新しい奴隷が生まれ、世界は黒幕の存在によって支配されているのかもしれません。ヒトラーは自身の予言の力を何者かが教えてくれるのだと話しています。それは古代宇宙人アヌンナキの声なのかもしれません。ヒトラーは地球外生命体と接触して高い的中率を誇る予言の力を見せていたのかもしれません。当時の日本軍はナチスドイツの実像を知っていたのでしょうか。日本軍の技術力は世界が恐れていたとも言われています。日本軍もまた地球外生命体と接触していた可能性があるのかもしれません。歴史の闇は深いですね。
宇宙飛行士たちは月で何を見たのか。ようこそ、ナビゲーターのルカです。謎が無数に散らばる宇宙、絡まる仮説、憶測、陰謀論、専門家が提唱するものからアンダーグラウンドで噂になっているものまで様々です。そんな数ある宇宙の謎の中でも、ひときわ注目度の高さを誇るのが宇宙飛行士が語る宇宙人の存在でしょう。そもそも民間の航空パイロットは UFO を見たと証言すると精神に異常ありと判断され地上勤務部署へと異動になってしまうという噂があります。パイロットは厳しい制限と検査をかいくぐった一部の人しか選ばれない職種であり、言動にも厳しい規制が課せられているのです。宇宙飛行士ともなればより厳しい訓練と検査をいくつもくぐり抜けた一握りの人しかなれません。競争率の高さは民間航空のパイロットをしのぐほどです。しかし、そんな宇宙飛行士たちは不可思議な言葉を残しています。一体宇宙飛行士たちは宇宙空間で何を見たのでしょうか。アポロ計画の中で囁かれた宇宙人の存在。古くから地球人が憧れ続けてきた夜空の星々と月。夜空に散らばる数多くの謎を紐解くべく、人類は宇宙へと飛び立ちました。第二次世界大戦後、米ソの冷戦期間中に宇宙開発競争が激化。当初はソ連が無人人工衛星打ち上げ計画スプートニクを成功させて一歩リードしていたものの、アメリカは西側の民主主義国家として科学技術を見せつけ優位に立ち、ソ連へ圧力をかけるべく1961年の5月当時のアメリカ大統領ジョン・ F ・ケネディが有人月面着陸計画を発表しました。かの有名なアポロ計画です。この計画には莫大な予算が費やされ、月面着陸を成功させるまでに幾人もの宇宙飛行士が命を落としたものの、見事アポロ11号で人類初の月面着陸を成功させています。事故やアクシデントを乗り越えて開発と改良を重ね、1968年12月21日に発射されたアポロ8号は月の周回軌道に乗り、人類で初めて月の周りを一周したのです。この計画はクリスマスを挟んで行われたため、月の周回に成功した司令戦争重視ジム・ラベルは成功を祝してサンタクロースは実在したという言葉を残したと言われています。この成功はサンタクロースからの贈り物であるというとても洒落た例えに聞こえますが、陰謀論者の間ではこんな噂がまことしやかに囁かれました。宇宙飛行士はサンタクロースという名の宇宙人を見た。ネットもない時代だったため、ごく一部の人たちの間で囁かれた噂ですが、後々のアポロ計画で撮影された写真が公開されると宇宙人目撃説として広く知られるようになっていきます。月の地質調査で捉えられた不可思議な写真。アポロ計画では月面着陸前に月の地質学的調査が行われました。その一環として数多くの写真が撮影され、 NASA が公開したところ、写真の中に不思議なものが映り込んでいたことから宇宙人存在説が瞬く間に広がりました。1969年3月3日から13日にかけて調査を行ったアポロ9号の撮影した写真には、月面付近を飛ぶ三角形の未確認飛行物体が写っています。アポロ11号の写真では同様に円筒形のものが写っています。アポロ12号になると、月面歩行する宇宙飛行士の後ろに黄色と青の発光体が写り込んでいるのです。これらの写り込んだものは撮影技術やカメラの性能から来る残像現象だと指摘する声があり、 NASA もそのような見解を公式に発表しています。しかし、映り込んでいるものが UFO だったとしても NASA がその通りに公表するとは考えられません。これまでの歴史の中でリアルタイムで真実を知らされた機会が少なく、政府や世界的機関のもたらす真実の情報はごくわずかであることを私たちは知っています。真実は神のみぞ知る。私たちが知らされるものはほんの一部に過ぎないのです。アポロ計画で記録されたものは写真だけではありません。
1972年12月7日に打ち上げられたアポロ17号は、ハリソン・シュミット氏が月面に頭蓋骨のようなものを発見したと証言しています。アリスタルコスクレーターの内部では、アーチ状の建造物を発見し、人工物のようだと指摘されました。2009年に打ち上げられたアメリカの月面周回衛星、ナー・リコネサンス・オービターが撮った写真にも、月面に採掘機のようなものが写り込むなど、まるで月には誰かが住んでいるような形跡があるのです。さらに、実際に宇宙空間で過ごした宇宙飛行士たちによって、驚きの証言が残されています。宇宙飛行士たちの不思議な体験談。1968年に打ち上げられたアポロ8号は、アメリカのアポロ計画において2度目の有人宇宙飛行でした。このアポロ8号に乗船していた宇宙飛行士のジム・ラベル氏は、宇宙空間を航行中に焚き火のような謎の発光現象を目撃したと証言。それが偶然の出来事なのか、宇宙人が乗った UFO に関するものだったのかは不明で、今後も解明は難しいでしょう。また、別の宇宙飛行士たちも不思議な体験をしたことを語っています。アポロ10号の宇宙飛行士たちは、月の裏側を航行中に宇宙の音楽を耳にしたと語りました。このやりとりは、コックピットに搭載されたフライトレコーダーの一種、ブラックボックスに記録されており、宇宙飛行士たちが口笛のような音や、硬いものをこすったような音が聞こえると会話する音声が録音されているのです。宇宙飛行士たちが耳にした不思議な音は、一部の専門家から無線機器によるノイズとも指摘されました。しかし、神秘的な宇宙の音楽を直接耳にした宇宙飛行士たちは、その専門家の指摘を否定しました。現在に至るまで音の正体や原因は解明されていませんが、宇宙空間で聞いた音楽とは一体どのようなものだったのか、非常に気になりますね。さらにアポロ11号では、宇宙飛行士たちが衝撃的なものを目撃したと語り、地球外生命体の存在説が根強く囁かれることとなりました。アポロ11号でも、宇宙飛行士たちのやりとりはこれまでと同様にブラックボックスに記録されています。その中でクルーたちは、月面に謎の構造物があること、それは円錐形のアリ地獄のような形をしていることを確認する会話をしているのです。アポロ11号の船長、アームストロング氏は、あそこにいる人間たちはどうやっても外に出られそうにないな、とも発言しています。この発言は、表向きでは何かしらの比喩表現だと言われていますが、まるで月に人間がいて、何かに囚われていると思わせる言葉でした。アームストロング氏は、月面で一体何を目撃したのでしょうか。その言葉通りに、囚われた人間を見たのか、未だ解明されていない月に関する謎の一つとされています。また、司令操縦士のマイケル・コリンズ氏は、月のモルトケクレーターを通りかかった際に、次のようなことを述べたことが記録されています。モルトケは最もお気に入りなんだ。道路が見えるだろう。三角形の道路があるんだ。アームストロング氏に続き、こちらもまるで人間が利用するような道路が月面にあると思わせる言葉です。これらの音声は2016年、NASA からも情報公開され、大きな話題になりました。月面で確認された道路は、一体誰が用意したものなのでしょうか。さらに、アポロ14号で月面を歩いた宇宙飛行士、エドガー・ミッチェル氏も後に、月にいたのは私たちだけではなかった、とコメント。航行中には月面で鉱山のようなものを発見したことや、採掘場のようなものがあるといった会話も記録されています。アポロ計画の中で多くの不可思議な写真と体験談が注目され、宇宙人実在説が広まっていったものの、今日まで専門家や NASA は否定し続けてきました。しかし、常に公式発表が正しいわけではなく、実際に行った人の証言ほどリアルなものはないと思いませんか？月に住むサンタクロースとは？月に住む地球外生命体の存在を示す証言として、最も注目されたのは、月に住むサンタクロースでしょう。これは先ほどご紹介した、2度目の有人宇宙飛行を成功させたアポロ8号において記録された会話の一部として、
世に知られることになりました。アポロ8号に乗っていたのは、船長のフランク・ボーマン、司令船操縦士のジム・ラベル、月着陸船操縦士のウィリアム・アンダースの3名。アポロ8号が月の裏側を抜け、地球との通信が回復した際、ジム・ラベル氏が月にはサンタクロースがいると伝えており、この言葉もやはりブラックボックスに記録されました。このコメントは非常に多くの注目を集め、NASA は月面を意味する暗号であると発表。しかし、ジム・ラベル氏はこの指摘を否定しています。後に NASA 広くを記した作家のリチャード・ホーグランド氏も、サンタクロースとは異星人や月面基地などを総括した隠語だと指摘。さらに、1987年、アポロ15号に搭乗した宇宙飛行士ジム・アーウィン氏も、サンタクロースとは UFO を指す隠語であると証言しています。結局、ジム・ラベルが発した月にサンタクロースがいるという言葉の本当の意味は、今日まで明らかにされていません。しかし、アポロ計画で記録された月面写真や、他の宇宙飛行士たちの言葉も含めて考えてみれば、私たちが知らない何かが月に隠されているように思えてしまいます。実は2014年、Google が提供している月の衛星画像の閲覧サービス、Google Moon の中でも、人の形をした大きな物体が映り込んでいたこともありました。見間違いだったのか、地球外生命体に関連する何かだったのか、答えは誰にもわからないままです。けれども、私たちはいつだって謎の多い世界に生きています。政府や大きな権力に真実をうやむやにされてきたこともあるでしょう。世界の歴史は表に出されることなく葬られたものもあり、これからも全てが明かされることはないかもしれません。アメリカの第35代大統領、ジョン・F・ケネディの暗殺事件では、宇宙人の存在を公表しようとしたことが暗殺された理由の一つだったと言われており、常に真実が語られるわけではないからです。例えば、NASA や政府が宇宙人について確証を得ていたとしても、すぐに私たちに知らされる可能性は低いと言えます。それでも、人類が月にたどり着いたように、私たちはこれからも月と宇宙人の秘密を探り続けていくことでしょう。夜空に輝く美しい月ですが、実は月面には UFO が飛び交っているかもしれません。ようこそ、ナビゲーターのルカです。人類初の月面着陸から50年以上が経ちましたが、月に降り立った宇宙飛行士たちは月面で UFO を見たという人が多いと言われています。2017年に立ち上げられたアルテミス計画によって、再び人類を月に送り込むことが決まり、月への興味関心が世界的に高まるにつれて、月面で目撃された UFO に関しても再び注目されているようです。そこで今回は月面における UFO 情報について紹介していこうと思います。嘘発見機をパス、UFO を見た4人の宇宙飛行士。アメリカのアポロ計画により月に行った宇宙飛行士は全部で24人。その中で UFO を見たと公言している人は3人います。彼らの名前はバズ・オルドリン、アルフレッド・ウォーデン、エドガー・ミッチェル。この3人に加え、アメリカ初の宇宙飛行士の一人であるゴードン・クーパーも宇宙空間において UFO を目撃したと証言しています。彼らは一様に科学知識も豊富な宇宙飛行士たちです。そんな彼らが UFO を見たというだけでもかなりの信憑性があると思いますが、証言だけでは信じられないという人たちがいることも確かです。そのため長らく議論が重ねられてきましたが、2018年に最新式の嘘発見機のテストをすることとなりました。オルドリン氏とウォーデン氏は直接テストを受け、すでに他界しているミッチェル氏とクーパー氏は UFO 目撃証言をしている録音データをテストにかけたそうです。テストをしたのはオハイオ州にある生態音響生物学研究所。音声の複雑なパターンを精密に解析して証言内容が嘘か本当かを判断するテストが行われ、先ほど挙げた4人の UFO 目撃証言に嘘はないと証明されました。このテストは FBI が行う嘘発見テストよりも
精巧な角度を誇るものだということですので、 UFO 目撃証言の信憑性が格段に上がったと言えるでしょう。中でもオルドリン氏は精力的に UFO 目撃情報を伝えることに注力し、 NASA の隠蔽工作についても言及してきており、 UFO ファンの間ではおなじみの存在でした。オルドリン氏たちが2018年の嘘発見機のテストを受け、その証言がフェイクではなかったことが証明されたことに加え、2021年にはアメリカ国防総省が UFO 動画を正式に認めたことによって、近年はオルタナティブサイエンス界隈が沸き立つ UFO トピックが多くなってきたようです。しかし、こうした UFO 情報が一般の人にも公表されたり、しっかりしたエビデンスによって UFO の存在が明らかになる流れになるまではかなりの時間を要しました。それでは次に、様々な形で隠蔽されてきた UFO 情報について紹介していきましょう。アメリカ政府が隠蔽する UFO 情報の数々。オルタナティブサイエンス愛好家の間では、 NASA などアメリカ政府機関による UFO 情報の隠蔽工作というのはおなじみですが、一般的には都市伝説的な扱いをされることが多いようです。それには理由がありまして、ロズウェル事件があった1947年以来、 CIA による隠蔽工作の一環で大衆捜査が行われていたからです。嘲笑と秘密の公式キャンペーンと銘打った作戦によって、人々が UFO に関する情報に触れると、そんなバカなと一生に伏すように仕向けられました。真面目に論じるに値しない話題だと大衆に信じさせることによって、 UFO という存在自体を世間の人々から遠ざけることに成功したのです。そしてこういう話そのものも、そんなバカなと思わせるのが CIA の隠蔽工作と言えるでしょう。しかし、この都市伝説じみた話を裏付けるエピソードがあるのです。それは1960年のこと。元 CIA 長官のロスコー・ヒレンケッターが上院議会に送った手紙の中に驚くべき文言が書いてあったのです。空軍上層部は UFO に対して真剣に懸念しているが、政府機関の情報操作によって一般市民は UFO なんてナンセンスだと思うように仕向けられている。元 CIA 長官が議会に送った手紙ということはオフィシャルな文書ですから、かなり高い信憑性のある話ではないでしょうか。この手紙の内容を裏付けるように、それまでそんなバカなと思われていた都市伝説の最たるもの、エリア51の存在を2013年に CIA が公式に認めました。これ以降、 UFO 関連の情報公開がされているように思います。もしかしたら何らかの理由があって徐々に情報解禁がされているのではないでしょうか。この情報解禁の流れは、アメリカ政府による隠蔽工作に抗い、一般大衆に対して訴え続けた勇気ある人たちの力を抜きにしては語れないでしょう。その一人が、かつて NATO 軍最高司令部に所属していた元アメリカ陸軍のボブ・ディーン氏です。ディーン氏は2009年の講演で NASA による UFO 情報の隠蔽工作を暴露しています。それは14年にわたるアポロ計画において40本のカラーフィルムが破棄されたというのです。そのフィルムには政府に都合の悪い映像が映り込んでいたといいます。 NASA が UFO 画像を消去しているというのは、 NASA エイムズ研究センターで働いていたノーマン・バーグラン博士も証言しています。バーグラン博士は UFO はもちろんのこと、エイリアンの存在にも言及していて、土星のリングの中に巨大 UFO が停泊していると著書の中で暴露して話題になりました。そして嘘発見機をパスした UFO 目撃者の一人であるエドガー・ミッチェルは生前 UFO 目撃に関して積極的に発言をしてきました。彼は人類で月を歩いた6番目の男であり、マサチューセッツ工科大学で航空学と宇宙航空学の博士号を取得した理知的な人物です。その彼が、私は宇宙飛行士という立場にあったため、UFO が現実であることを知ることができました。NASA や政府は UFO やエイリアンについての情報を隠蔽し続けています。と告発しています。そして隠蔽されていた最も衝撃的な情報は、月面での UFO とエイリアン目撃情報ではないでしょうか。アポロ11号によって人類が初めて月に降り立った時、
アームストロング船長は医療チャンネル通信に切り替えて、彼らがいる、クレーターの縁に宇宙船を止めて我々を見ている、と更新したそうです。管制官との更新は一般公開される可能性が高いために、アームストロング船長はとっさに医療チャンネル通信で報告したものと思われます。この更新の存在は長らく噂の段階にとどまっていましたが、NASA の元テストパイロットであるケン・ジョンソン氏によって暴露されることとなりました。アームストロング船長は UFO 目撃に関しては口を閉ざしていますが、同じアポロ11号に乗って月に行ったバズ・オルドリン氏は月で UFO を見たと証言しています。そしてオルドリン氏もまた先ほど紹介したように嘘発見器テストをパスした一人です。オルドリン氏やディーン氏らのような真実を告発する人々の地道な活動と彼らの言葉を信じるオルタナティブサイエンス愛好家の皆さんの支持により隠蔽されてきた UFO 情報への扉が少しずつ開いてきました。そんなバカなで片付けてしまわない人たちの数が増えてきたのです。そして2017年にアメリカ海軍の戦闘機から撮影された UFO 動画がニューヨークタイムズ紙にリークされるまでになりました。ニューヨークタイムズといえば全米3位の発行部数を誇る日刊新聞です。ゴシップ誌ではないクオリティペーパーが報じた UFO 動画は一般大衆に衝撃をもたらし、後にアメリカ国防総省がこの UFO 動画は本物であると認めることとなりました。それでもまだ厚いベールに覆われて真相がわからない UFO 情報があります。それが月面で目撃された UFO に関する情報です。月面の UFO の謎。先ほども触れたアポロ11号クルーの月面における UFO 目撃の詳細ですが、月面着陸時に気づくと2機の UFO がクレーターの縁に止まっていて、2メートル近い身長で漆黒の体を持つヒューマノイドから3分ほど監視されたといいます。それから2機の UFO は飛び去ったそうですが、船内にいたオルドリン氏はその一部始終を撮影していたとのことです。ところがこの撮影フィルムは NASA によって処分されたといいます。確かに2機の UFO はあったし、エイリアンは確実にこちらを見ていたとオルドリン氏は証言していますが、残念ながらその証拠は隠蔽されてしまったようです。しかし KGB の諜報活動によってこの一連の隠蔽工作はソ連の科学者たちの間に知らされることとなり、ソ連の宇宙関係者たちの共通認識となったとウラジミール・アザザ博士は語っています。おそらくこの件があったためにソ連は月面着陸に踏み込めなかったのではないかと私は考えます。宇宙開発競争の当初はソ連の方がリードしていたわけですから、一歩遅れを取ったにせよ月面着陸する能力はあったはずです。しかしKGBがもたらした月面での UFO エイリアンの目撃情報を分析して、人類が迂闊に月へ踏み込むのは危険なのでやめた方がいいと判断したのではないでしょうか。近年の情報解禁の波に乗ってかつて封印されていたものが発掘されリークされる例もあります。それはアポロ15号の船外活動を撮影した映像です。イギリスのデイリースター紙が報じたものですが、船外活動をする搭乗員の後ろにある丘の上に地面とは明らかに違う白色で円盤状の物体が映っているのです。この映像は動画投稿サイトに掲載されていましたが、現在ではアカウントごと削除されています。核心に迫るような情報は未だに隠蔽工作がされているのかもしれません。ではその核心とは何でしょうか。それは国家安全保障局にヒントがあるようです。かつてラングレー空軍基地の最高機密区画で勤務していた技術職員カール・ウルフ氏は国家安全保障局のラボにある画像処理設備を修理したことがあるそうです。そこでは全ての人工衛星から送られてくる写真が一括管理されていて、目を疑うような映像を発見したといいます。それは月の裏側にある UFO 基地です。四角い岩を見間違えたというレベルではなく、明らかに人工建造物としてデザインされたものが月面にあり、建物の脇には大きなレーダーアンテナのようなものがあったそうです。この証言をそんなバカなと一生に伏すことは簡単ですが、オルドリン氏たちの例があります。
一概に否定してしまうのは重大な真実にたどり着く障害になる可能性があるのではないでしょうか。アポロ11号や15号のクルーが目撃した UFO もこの月面基地にあった UFO である可能性が高いと私は思います。そして一体何のために月面に UFO 基地があったのかはアルテミス計画によって再び月面に人類が降り立った時に明らかになるのかもしれません。その日が来るのを楽しみに待ちたいと思います。